この場をお借りしまして深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。その一つが私たちの年金です。私たちが納めた年金は GPIF というところで管理運用され備蓄されています。2020年の春、こっそりと GPIF の人事が交代していました。理事長を務めるのは元農林中金の宮園正隆氏。農林中金とは農協などのお金の管理をする金融機関です。これ自体は私たちのお金を管理する人としてはそれほど違和感はありません。しかし運用アドバイスをする投資最高責任者についたのが元ゴールドマンサックスの上田英二という人なんです。ゴールドマンサックスといえばアメリカ最大の民間投資会社。しかも2020年度からこれまで 40% だった外国への投資先比率がなんと 50% まで増額されました。ゴールドマンサックスはアメリカ政府ともズブズブなことで有名な企業。私たちの納めた年金が民間企業のゴールドマンサックスのために都合よく使われていないと本当に言い切れるのでしょうか。日本は長く二島返還だけしか言ってないんです。むしろ積極的に国後英太郎は千島列島で日本は放棄してるんだと、領土として主張しないんだっていうことを繰り返し言ってるんですよ、外に対しては。でだから日本の中と日本の外で使い分けしてるんですね。日本の中には中では四島返還と言ってるんですよ。だから多くの日本の人は四島返還でそれ政府は頑張ってると思ってるんですけど、そんなことないんですね。鳩山首相がブルガーニンだったかな、ソ連とやった日ソ平和宣言というのもやっぱり二島なんですよ。将来歯舞色丹の二島の返還も含めて、ソ連との、あの頃ソ連ですけど、ソ連との間で平和条約を結ぼうと言ったのは鳩山さんですね。その次に森さん、森首相がイルクーツク宣言でプーチン大統領と二島返還を含めて日露平和条約を結ぼうと言ってる。この2つがはっきりしてる。それからもう一つはっきりしてるのは日本の中で国会で二島返還を目指すという発言は何回かあるんですね。四島っていうのは出てこないんですよ。ところがね、大逆転があったんですよ。逆転というか大失敗があったわけです。それはですね、小泉政権の時の川口依子っていうですね、まあ僕に言わせれば実力のない外務大臣がついたんですよ。その外務大臣が交渉中にロシアに行ってですね、四島返還って言ったんですよ。これで全部終わりになっちゃったんです。それはそうですよ。僕らだってね、何か物事を交渉するときに相手は A まで譲ってくださいと言ってると、 A、B とあって A まで譲ってください、そしたらこの話をまとめましょうと言ってると、相手もですねそれを聞いて社内とか身内とか家庭とかそういうんで、その何しろ彼が A、B とあるけど B はもういいと、 A だけやってくれと言ってるからそれで何とかしようじゃないかと説得したと。そして説得が終わりかけてたら突然相手がですね、
AB じゃなくちゃダメなんすったら、もうやる気失っちゃうんですよ。不信感もあるし、だってそういうことが一度あるとまたあるかもしれないですからね。だから人間ってのは一度やったら二度は起こりうるわけですよ。それでもプーチンはもうその時は怒ったかどうか分かりませんよ。怒ったか怒んなかったか知らないけど、日本はずるいと、こういうふうに思ったわけですね。日本はもう言うことを信用できないと。2党でもうずっと行こうと思ってたのに、日本政府もそう言ってたから、ロシアも苦労して国内を説得して、歯舞色丹は北海道の一部だということで進もうとしてた、その矢先にですね、国後レトロフって言い出しちゃったんですから、それはまあダメなんですよ。だからこの北方四島のが今でもまだ帰ってこないし、まあ、歯舞色丹が帰ってこないし、それから日露平和条約が結ばれずに、まあ、日本は随分損してますよ、経済的にもね。それはもう一にも二も川口頼子外務大臣の失態なんですよ。ところがこれを隠さなきゃいけないね、 NHK は。 NHK は政府が右といえば右、政府が左といえば左って言ってるんですからね、 NHK 自身が公に。これまだ否定されてないんですよ。だから政府が右といえば右だから、だからあたかも四島返還を目的として日本は交渉しているという放送をするんですよ。北方領土という言い方するんですよ。でこじれにこじれるんです。これが戦争の原因になるんですね。つまり誤解を生むような放送を続けていくと、国民はそのうちですね、なんでロシアは四島返還してくれないんだ、こうなって感情が激高するわけですよ。それでこの前どっかの議員みたいに戦争だってなるわけですよ。だから日本は自分で二島を釣ってるんですから、やっぱり二島を貫かないとですね。それから四島にするなら国内をまず4党にしなきゃね、国会で宣言した2党は間違いですと言って国内でちゃんとやって、そしてもう困難だけどもロシアには不信感を覚えるかもしれないけども4党に変更するってやんないとね、もうむちゃくちゃですね。